私のチャンネルへようこそ。行為のパイロットが無力化され、排除された将校のリストに追加された。これらの出来事の後、情報リークがあるかどうかという疑問が生じています。信頼できるニュースについては、ビデオにいいねをつけて、チャンネルに登録してください。詳細に移りましょう。ウクライナ軍から重要な動きがありました。ロシア軍に対して取られたこの措置により、すべてが完全に変わりました。ウクライナ軍は、ロシアで最も重要なパイロットの一人を暗殺しました。これにより、各地域でプロセスも異なるポイントに引き寄せられました。ウクライナでのロシア軍の措置の影響により、プーチンを待つ新しい時代が始まりました。これは、地域の観点から完全な損失につながります。ウクライナ戦争の最後の数日間、ウクライナ軍は立て続けにかなり重要な動きをし始めました。この時点で従われた政策の妥当性に加えて、ロシア軍が完全に追い詰められ始めたという主張が立て続けにありました。プーチン大統領の基本政策が徐々に解決され始めた当時、ロシア軍にも同様の問題があった。しかし、重要人物が次々と無力化されたことで全てが変わった。ロシア軍がウクライナ地域に侵攻しようとした試みは、いくつかの重要人物によって主導された。この事件に伴ってロシア軍にあらゆる種類の問題が生じたという事実は、実際のプロセスの進行方法が大部分で問題に満ちているという事実への道も開いた。プーチン大統領が採用した政策、そしてこれらの政策の結果として生じる可能性のある多くの問題が、プーチン大統領によって管理が不十分なプロセスへの扉を開いたという事実は、実際に問題がいかに大きいかを示した。これが、地域的な意味でウクライナ軍に完全に有利に物事が変わった主なポイントだった。ウクライナ軍がこれらの多数の人物をゆっくりと明らかにした結果、全てが変わった時、状況は完全に混乱した。そして、ロシア軍の崩壊のプロセスが始まった。ウクライナは最近、ピンポイント作戦で最も重要な人物を次々と捉え始めた。これは非常に重要な一歩であっただけでなく、ロシア軍に対して追及された政策もより重要であったことを示すという点で、ロシアが徐々に支配地域をかなり失いつつあることを示し始めた。ウクライナ軍は、不意をつかれたロシアの上級将校を長い尋問プロセスにかけた後に確認できた大量の情報で、戦争で一歩前進する鍵をつかんだ。これは、ウクライナ軍の作戦を基本的な力学として示すもう一つの基本的な要素であった。ここでは、ロシア軍がウクライナでさらに前進できなかった理由を示す3つの例を挙げる。一方で、空爆を開始したばかりのロシア軍の最も重要なパイロットの一人が不意をつかれたことを、全世界に明確に伝えることができた。ロシア軍の最大の欠点は、最近経験した大きな問題を完全に受け入れることができなかった政治システムの犠牲になったことである。ロシアでの最近の出来事によりプーチン大統領が望んだ成功を収めることができなかったことも、この事件の主な原因として記録されている。無力化されたドミトリー・ゴレンコフは、以前はウクライナへの直接攻撃で主導的な役割を果たしていた。この地域での多くの攻撃の根底にあるこの名前は、最近の尋問で明らかになった。これは、地域的な意味で状況が完全に変わったことを示しているだろう。反プーチンともいえる政策は、ウクライナでのロシア軍の活動がいくつかの非常に重要な問題を引き起こしたため、非常に深刻に強化され始めている。最近、諜報局に所属する部隊に関与した名前の一人の車両がモスクワで爆発し、無力化された。先日、ルハンシクで、諜報局に直接関係する名前が再びウクライナ軍によって無力化された。これは、地域的な意味で状況がウクライナ軍に完全に有利になったことを示している。しかし、この最新の事件では、ロシア航空宇宙軍第22航空隊参謀長、第52長距離航空師団、新鋭重爆撃航空連隊第3310軍団に所属していたシャイ・コワ氏の悲劇は、全く異なるプロセスの始まりとみなされた。この時点で、ブリャンスク近郊でのこの最新の作戦は、事態が完全にウクライナ軍に有利に転じたことを示していた。この種の構造には、この種の構造の継続で生じる多くの問題を完全に排除する力があるという事実は、反プーチン政治がますます成長する道を開いた。ジャーナリストが以前にインタビューしたシャイ・コワ氏の恐ろしい言葉は、全世界を驚かせた。シャイ・コワ氏の部隊は多くの実戦作戦に参加しており、2機の 22M3 超音速爆撃機を保有し、ウクライナに向けて旧ソ連の KH-22 超音速ミサイルを発射していた。この時点で、ウクライナやあらゆる種類の集落への攻撃は、基本的にこの部隊が参加する攻撃であると言える。これは実際、ドミトリー・ゴレンコフ少佐がいかに重要な人物であるかをはっきりと示すもう一つの重要な詳細として記録された。ロシア軍に対して取るべき新しい政策の基礎でもあるこの事件では、
ウクライナ軍が今より大きな措置を取る可能性もあった。これは反プーチンプロセスの始まりと呼ばれるだけでなく、ロシア軍が完全に問題のある地点に向かっていることを示すことも意図されていた。プーチンが具体的に何をするつもりなのかについてほんの少しも動かなかったという事実は、この問題の主な、そして最も重要な証拠として記録された。予測の中には、ロシア軍が内部で受けたこれらの打撃によって経験した問題が様々な形で引き起こされ、ウクライナが獲得した利点を利用してロシア軍を完全に追い詰めるというものもあった。このままではプーチン大統領がより大きな問題に直面することは明らかだが、基本的な力学に従って達成される勝利も起こるという事実は、ウクライナが主導権を握ったことの最も基本的な証拠だった。この時、ロシア軍の重要人物とも呼ばれるドミトリー・ゴレンコフ少佐が、うっかりジャーナリストとのインタビューを行い、その言葉は世界の議題に上がるほどの質を持っていた。ドミトリー・ゴレンコフ少佐は、この地域に関する質問に次のように答えた。私は、4つの地域とクリミアは我々のものだと言った。ウクライナはこれに何の関係があるというのか、私はウクライナには全く触れていない。ウクライナはもう一つの独立国家だ。ウクライナは我々の領土、ロシア連邦、ドネツク、ヘルソン、ザポリージャ地域、クリミアも爆撃している。なぜ私にそれを聞かないのか、お嬢さん、あなたはウクライナ出身のはずだ。ロシアのジャーナリストはそのような質問をしない。ジャーナリストは絶対に質問しない。ジャーナリストは、より明確な答えを得るために質問を続けた。この時点で、ドミトリー・ゴレンコフ少佐は、私はただボタンを押しただけか、それともこの飛行機に乗っていたのか、クリミアは依然として我々のものであり、他のすべても我々のものだ。我々に何を求めているのか、と発言した。これは軍内部の見解を示しているが、同時に彼は、このプロセスで実際に行われたプロパガンダがいかに明確であったかを明確に共有した。演説の終わりに、ドミトリー・ゴレンコフ少佐は、ウクライナはロシアの地域であり、ロシアの単一の地域だ。あなた方は異なる領土でさえないだろう。と述べ、会話を、そして他のすべては我々のものだ。さようなら、娘よ。という言葉で締めくくった。これらの演説は、ロシア軍がウクライナに直接対抗するのではなく、独自の領土領域を持っていることを全世界に示す質を持っていた。と述べた。この見解は多くの観点から間違っていると特徴づけられるが、これが支配的な意見であるという事実は、ロシアがより大きな困難に直面する新しいプロセスの始まりとみなされるだろう。ロシア軍のこの複雑な構造、そしてウクライナの反対派がこのままでいけばロシア軍が被るであろう敗北、これがプーチン側につくことでもたらされる主な要因の1、つにコミットする理由とみなされた。その結果、現在さらに大きな措置を講じる準備をしているウクライナ軍は、ロシアに対して取る政策を地域的な意味ではるかに重要な危機の根拠とみなすことになるだろう。ロシア軍がそのようなプロパガンダに洗脳されたかのように行動したという事実も、事態をかなり複雑な点へと引きずり込んだ。さらに、プーチンが全く問題のある政治プロセスに参入したことに続いて、新しい政策が導入され、これによりロシア軍の崩壊がはるかに明らかになることが示された。これは、多くのプロパガンダ要素としても表現された核心もいくつかの重大な問題に直面していることを示した。そして、このまま続けば、ウクライナ軍がロシアに対するより重要な問題も解決できる明確な時期に入るのは時間の問題となった。これにより、プーチン大統領が完全に追い詰められる新たな時代の始まりが明らかになった。ウクライナ軍はクルスクから撤退しないことを改めて証明した。ウクライナ軍支配地域を解き放すべく反撃を開始したロシア軍所属の装甲車列は、ウクライナ旅団の前に悪夢のような目にあった。待ち伏せ攻撃でロシア装甲車4台が破壊された後、ロシア軍はまるで逃げるようにその地域から撤退しなければならなかった。その地域の撤退報告により、クレムリンは全国で非難の的となっている。ロシアによるウクライナ領土への本格的な侵攻の試みは、2022年2月24日から続いている。モスクワ政権の不当な侵攻決定に対し、初日から立派な自衛闘争を見せてきたキエフ政権は、今年に入ってから復讐プロジェクトをほぼ開始している。オレクサンドル・セルスキー大将が総司令官に任命されてから、純粋に攻撃的な戦争戦略を実行し始めたウクライナ軍は、特に8月に取った措置によって世界中に大きな驚きをもたらした。8月6日にロシアのクルスク州に対する地上作戦を開始したウクライナ軍のこの予想外の動きは、モスクワを最も準備不足の時に襲った。2ヶ月以上続いている作戦の一環として、1300平方キロメートルのロシア領土と100以上の集落を占領したウクライナ軍は、その過程では平交渉の可能性に対する影響力を獲得し、この作戦の結果、
国境地域をロシアの攻撃からほぼ守ることに成功した。この過程で攻撃と防御の両方を同時に管理することはできないことを証明したモスクワ政権は、あらゆる努力にもかかわらずクルスクを完全に制圧することができなかった。先月9月18日に開始した反撃の試みを阻止せざるを得なかったロシア軍は、10月から再びクルスクでの動きを活発化させている。しかし10月14日月曜日に公開された画像は、ロシア軍のこうした取り組みが犠牲者の増加をもたらすだけであることを改めて示した。クルスク地域内のウクライナ軍支配地域への大規模攻勢を開始することを決定したロシア軍は、この攻勢中に多数の装甲車両からなる大規模な車列を活動させた。しかし最初からロシア装甲車両車列の動きを察知していたウクライナ軍の待ち伏せが全てを一変させた。クルスク州オルゴフカ村の南約5キロにあるリルスク、コロネボ、スジャドールを前進し続けていたロシア軍は、まさにこの地点でウクライナ軍が開始した攻撃に驚いた。攻撃の結果、ロシアの VPK ウラル型装甲車1台、BTR-80 型装甲兵員輸送車1台、UAZ-452 型装甲車1台、および掃海艇を搭載したロシアの戦車1台が破壊されたと発表された。ロシア軍が10月から再開した反撃の試みとその結果についてテレグラムチャンネルで声明を発表したウクライナの分析プロジェクト、ディープステートは、ノボボドニフカ地域では非常に恐ろしい日だった。軍用機と無人航空機が交戦しなければならなかった。敵は最近、大量の装備と人員を集めている。最初の試みはスナゴスト近郊で戦術的に成功したが、最終的には完全に阻止されたと述べた。ロシア軍がこの地域で非常に大きな部隊を形成しているとの警告を繰り返したディープステートの職員は、ウクライナ旅団はクルスクでもっと交流すべきだと指摘した。この時点でウクライナ軍のクルスク作戦には様々な旅団からあまりにも多くの中隊と大隊が参加していたことを思い出す必要がある。国境を越えた地上作戦の成功を確実にするために集中的な人員を投入してクルスクに入ったウクライナ軍は、現在これらの旅団間の交流と連絡を強化するよう努めている。しかしロシア領内での不法行為にもかかわらず、ウクライナ軍が彼らの進撃を効果的に守ったという事実は、クレムリン軍が国境警備でいかに失敗してきたかを改めて示している。クルスクの状況はロシア政府への信頼を完全に破壊したことも忘れてはならない。この時点でこの地域の避難プロセスに関する進展について触れておくことは有益である。10月14日月曜日、ロシアのオンブズマンタチアナ・モスカルコワは、ロシア非常事態省のデータに基づき、声明の中で、ロシアのクルスク州に住む11万2337人が家を離れなければならなかったと述べた。地域に居住し続けることを主張する住民が避難決定を受け入れれば、近い将来さらに4万人がクルスクから去ることになるかもしれない。タチアナ・モスカルコワ氏によると、別の国境地帯であるベルゴロドでも避難訓練が開始され、現時点で数千人がロシア全土の960カ所の仮設宿泊施設に収容されている。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領とそのチームは、私利私欲のために始めた戦争でロシアの国境の安全を確保できず、住民を故郷から追い出しており、全国で大きな反発と非常に厳しい批判にさらされている。一方、ウクライナからの最新の主張は、プーチン大統領とそのチームの権威をさらに揺るがすものとなっている。10月13日に公開されたインタビューで、ウクライナのパブロ・ロズラク旅団司令官は、ウクライナ軍第80空挺旅団の兵士が作戦開始の2日前にロシアのクルスク州に入ったと主張した。ウクライナ旅団司令官ロズラク氏は、これらの兵士が主要作戦の前に密かにクルスク州に入ったと述べ、これらの兵士は森林地帯に隠れ、ウクライナ特殊作戦部隊の国境越えを支援していたと述べた。作戦開始時にすでにロシア領内にいたウクライナ第80空挺旅団は、キエフの装甲車によるロシア軍陣地への攻撃により容易にこの地域に侵入できたとされている。ロシア軍の通信網を妨害した旅団についてのインタビューで、ウクライナのロズラク司令官は、一定のリスクがあった、敵がこの旅団を発見していたら奇襲の要素は失われていただろうとロズラクは述べた。ロズラクの声明によると、2個大隊が工兵とともにロシア領内の地雷原を越え、その後クルスクに入ったという。これはロシアの他の国境地域も大きな脅威にさらされていることを明確に示している。しかしウクライナ軍の現在の優先事項は、クルスクでの反ロシアの攻撃を撃退し、地域内で前進を続けることである。10月10日木曜日、ウクライナ軍のオレクサンドル・シルスキー司令官は、この時点で必要な増援が提供され、モスクワは5万人のロシア軍をさらにこの地域に派遣する必要があると述べた。ウクライナのオロディミル・
ゼレンスキー大統領は10月からロシア軍が反撃を再開したにもかかわらず、ウクライナの旅団は占領した地域を守り続けていると述べ、ロシアの前進の試みは効果的な結果をもたらさないと主張した。もう一つの興味深い点は、ロシア軍がクルスクにどれだけ長く止まるかということである。ロシア軍はウクライナ東部への攻勢とクルスクでの反撃の両方を同時に続けることができるだろう。周知の通り、ウクライナ軍参謀本部の当局者はロシア軍の毎日の死傷者に関する報告書を発表し続けており、これらの報告書はロシアがウクライナ東部に固執し続けるなら、ウクライナ軍がロシア領内でさらに前進するのは時間の問題であることを示している。10月14日、ウクライナ当局が共有した報告書によると、ロシア軍は2022年2月24日以来6701人と90人の兵士を失ったと主張しており、この数には日曜日に無力化された1260人のロシア兵が含まれていると彼は述べた。同じ報告書で、ウクライナ参謀本部関係者は敵軍の戦死者数に関するデータを引用し、ロシア軍は全面戦争開始初日から戦車8975両、装甲戦闘車両17095台、車両及び燃料タンク26622台、大砲システム19421機、多連装ロケット砲システム231機、防空システム978機、航空機369機、ヘリコプター329機、無人航空機 17.9機、船舶28隻、潜水艦1隻を失ったと主張した。ロシア軍の死傷者数が最多となったのは9月だったとコメントした米国当局者の発言は、ウクライナの主張をほぼ裏付けている。それにもかかわらず、戦争継続を主張し続けるプーチン大統領は、自身の王座を揺るがすと信じている平和環境を拒否することで国民の敵意をさらに募らせている。プーチン大統領はかつての職業経験に頼って戦争の均衡を有利にしようとしたが、ウクライナ保安庁 SBU の活動により計画が頓挫した。ウクライナ国境の重要地域であるポルタバとスミの軍事基地の近くに隠しカメラを設置したロシアのスパイが治安部隊に現行犯逮捕された。ウクライナでプーチン大統領の目と言われたスパイが逮捕されたことで、占領軍のロシア軍は自分たちが受けた被害に驚いた。2年以上続いているロシアウクライナ戦争の最近の展開により、モスクワは長年維持してきた優位性を数ヶ月のうちに失った。ご存知の通り、ロシアのウラジミールプーチン大統領は2022年2月24日の声明で、ウクライナ領への全面侵攻を開始する決定を発表し、この戦争はわずか数ヶ月で勝利すると主張した。この過程での犠牲者は最小限にとどまると保証したロシアの指導者は、戦争の影響がロシア領土には全く及ばないとも断言した。しかし、戦争中、特に2024年に起きたことは、プーチンの約束と計画を完全に打ち砕いた。2024年に決定した新たな攻撃的な戦争戦略によって防衛線をさらに強化したウクライナ軍は、クルスク作戦などの国境を越えた作戦を組織することで、戦争をロシア領内に持ち込むことに成功した。今後行われる可能性のある和平交渉でキエフに大きな影響力を与えるこれらの国境を越えた作戦は、スミなどのウクライナ国境地域に対するロシアの攻撃の影響を大幅に軽減した。この突然のバランスの変化に直面して戦場での優位性を次々と失ったクレムリン政権は、年末に文字通り追い詰められた。この過程で人的、物的被害が増加しているにもかかわらず、侵攻決定へのこだわりを捨てなかったプーチン大統領は、以前の職業経験を利用して戦争を継続することを決定した。元 KGB エージェントのウラジミール、プーチン大統領は、ウクライナと戦争プロセスですでにウクライナを支援している西側諸国にスパイを送り込み、キエフに早期に発揮を上げさせようとした。しかし、最近のこれらのスパイ攻撃の目的は、ウクライナへの高まる圧力を止め、ロシア軍が再編成する時間を稼ぐことだった。ロシアの指導者が考慮していなかったのは、クレムリンのこれらの時代遅れの冷戦戦術に対するウクライナ保安庁 SBU の準備だった。10月14日月曜日の午前中、ウクライナ保安庁 SBU の公式ウェブサイトは、クレムリンをほとんど悪夢に目覚めさせるような展開を共有した。 SBU 当局者は、ロシア占領軍によるウクライナへのミサイル攻撃をオンラインで訂正したロシア連邦のエージェントが逮捕されたと述べ、展開の詳細についても触れた。前日のロシア連邦のエージェント2人がウクライナのスミ州とポルタバ州への敵の攻撃を計画するのを助けたと述べ、ウクライナ当局は、これらのエージェントから提供された情報のおかげで、占領軍が計画した攻撃をオンラインで監視し、
次の攻撃を計画する機会があったと強調した。この過程でロシアのスパイはウクライナの軍事インフラにとって重要な地点や施設に秘密のビデオカメラを設置した。スパイの主な標的はウクライナ軍の軍事基地、火力発電所、エネルギー生産企業だった。ロシアのスパイは検知したこれらの地点の周囲にオンライン放送を行う携帯電話を設置し、機器が長時間スムーズに動作するように外部バッテリーを使用していた。しかしこの全過程を一度に追跡していたウクライナの保安機関 SBU はロシアのスパイによる妨害行為を徐々に記録していった。ロシア連邦のエージェントたちは自分たちが追跡されていることに全く気づかず、任務内容に従って行動し続け、軍事施設の近くでスパイ用装備を設置しているところを SBU チームに現行犯逮捕された。拘束されたスパイに直接関係する捜査ファイルには両人物が今年初めにクレムリンに採用されたと記されていた。テレグラムチャンネルで手っ取り早く儲けるために仕事を探している人物はロシア政府から約束された報酬を支払う代わりにウクライナ刑法第111条第2項に基づいて報酬を受け取った。戒厳令下で犯された反逆罪で裁判にかけられている人物たちは現在も拘留されている。終身刑と資産没収の判決が下される見込みのロシア連邦のエージェントが現行犯逮捕された後、ウクライナの治安機関である SBU はポルタバとスミ地域でチームが新たなより包括的な措置を講じたと発表した。戦場ではこのようなスパイ攻撃では達成できなかった勝利を達成するためのプーチン大統領とそのチームの努力は最近著しく増加している。このためスパイ攻撃や破壊活動の可能性を阻止することを目的としたウクライナ治安機関 SBU とキエフ傘下の他の諜報機関の活動も勢いを増している。この時点でこの最後の作戦のわずか5日前に SBU が言った情報を思い出しておくことは有益である。10月9日水曜日の早朝、公式テレグラムチャンネルを介したやり取りで SBU 当局者はドネツクとスミ地域で活動していた FSB の情報提供者の逮捕を発表した。活発な戦場でウクライナ軍の位置を観察し、その情報を占領軍のロシア軍に送信していたこのスパイはこれらの地点に対する空爆の組織化にも積極的な役割を果たしていた。出会い系サイトを通じて採用されたことが判明した23歳のロシア人スパイは、最初はウクライナ東部のドネツク州で偵察活動に従事していた。その後間もなく、ロシア人スパイがロシア国境付近のウクライナの防空と機動力に関する報告書を作成するためにスームイ地域に派遣され、地域センターに借りていたアパートに監視所を設置していたことが判明した。ロシア人スパイは家の窓に携帯電話を置き、オンラインで画像を共有していたため、占領軍はいつでもスームイ地域への攻撃を追跡し、新たな攻撃を計画することができた。